はい、どうも、僕です。ということで、今回もドラゴンクエストライバーズやっていきましょう。ということで、今回のデッキは、速攻変化。極み。ということで、速攻変化デッキを、さらにね、パラダイス系を加えたデッキとなっております。さあ、神様、痛み焼きの杖、土わらし。いや、ありだな。これでいこうか。まあ、結構ね、速攻変化とは関係ないカードばっかりだけど、まあ、カードを引けて、痛み焼きで除去もできて、土嵐でユニットも出せると考えたら、まあ結構ね、バランス的にはいいんで、まあ、前半の方は全然速攻変化できないんで、まあ、前半の方は速攻変化以外でまあ、牽制しつつ、後半になったら速攻変化で一気にね、強力ユニットを出してしまうという、そういう感じでいきましょうか。さあ、お相手ニードルマン。そうだな。あ、いいね、ソロ版。ただ、まだ使うとこじゃないよな。ニードルマンな。これはまあ無視するしかないかな。テンションアップで一旦ここターン終了して、次のターン土わらし出してからのお宝発見で強くして、まあニードルマンを取れるようにしておきながら、まあそれでも生存していたら3ターン目にビアンカで取るみたいな感じかな。うん。まあ一応大丈夫そうである。さあ、タバサ。なるほど。タバサで、アリーナか。あんまり見ないような形ではあるけど。まあいいんじゃないの？なかなか相性は。さあ、ブラバニクいいね。さあ、まずはトリマツチワラシ出しますからのお宝発見で、これでね、幸せが2枚以上来ちゃうとちょっときついんだけど、まあ1枚なら全然 OK。あー、そうそうそう。もう素晴らしすぎる。素晴らしすぎる。さあ、そしてターン終了。これで、1コス42が2体と、やばすぎる。まあ、幸せがあるんで、まあ、実質、2コス42かな。全然強いわ。2コスでこのスタッツはやばい。さあ、お相手ニードルマン、おそらくそこで取ってくるんじゃないかと思ってるけど、闘魂打ち。まあ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 。1枚くらいはいいでしょう。で、ニードルマンどこ食うかだな。まあ、最悪フェイス来ても、ビアンカの的になってくれるんで、全然いいんだけどね。うん。ブライ。あー、お、それはありがたすぎる。あ、待てよ、違うのか。あ、ん？あー、どんどん攻めていく感じか。いや、ありだね、それは。ありすぎる。てっきりフェイス、アリーナにプラスにつけて取ってくるかと思ったけど、どっちかというともうガンガン構成タイプか。であれば、相性よろしくはないけど、まあ、こうやって取っていけば全然除去できるんでいいでしょう。それさあ、これで両方取って OK。 盤面はこっちのものよ。そしてターン終了。しっかりとヒーローカードをね、使いつつ盤面取れたんで、これはでかいね。いいね。まあ HP 若干減っちゃったけど、神様で回復とかもできるし、やっぱなんといってもレジェンドホーン、こいつが回復効果持ってるのが強すぎるんで、やっぱこいつだね。こいつめっちゃ強いね、いつになっても。で、最高で5コス56回復2を出しだもんね。さあ、スライムスカウト。それはちょっと嫌だな。まあでも、言ってもよ。得意技とか使っていけばそんなにって感じなんで。フラワーゾンビ。ソロ版装備。得意技と武器で取って、フラワーゾンビ出して攻撃してターン終了かな。で、まあ HP1 になってるんで、ここは変化使っていいんじゃないかなと思っておりますが、どうだろうか。使わない方が良かったかな。どうだろう。まあ、いっか。さあ、これで、フラワーゾンビで、しっかりとソロ版2枚目。そして、4打目与えつつ、さらに変身。何になるかにもよるな。最高すぎる。え？おいおいおい、本当にさ、神ですか、このデッキ。運が良すぎる。ライアンは運が悪すぎる。ここまで運良かったのにさ、ライアンってお前、だってもうどっちか犠牲じゃん。ライアン犠牲になるか、武器犠牲になるかの2択だもん。闘魂打ち。まあ言うてもただ相手は何の冒険者引いたか分かんないんで、まあそこでプレッシャー与えるっていう意味では、まあなしではないのかなと言ったところ。うん。さあ、優しき祈りで MP 回復。結構ね、相手なんだろうな、本当に。ベホイミスライムと暴れ猿。本当にガンガンコースタイプと思っていいのかな、これ。うん。見た感じ。さあ、そしてこの状況結構微妙だな。テラノライナー除去りたいけど、神様出すっていう手もある。いや、レジェンドホーン、でもどうせこいつだってさ5ダメでしょ。そんな脅威じゃないから、
友達出して一旦このターンは友達変化使ってこれでとりあえず協力ユニットロッコスのユニットに変身してもらっていいねゲレゲレもまた変化します。さあ何になるのかこれ結構重要だけど、ああ良くもなく悪くもないという感じだけど、まあでもさっきより強いからいいでしょう。で、まあ、フラワーゾンビは何も起きずって感じで、まあ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  HP 的には同じくらいだし、まあ、こいつを取らせると考えたら全然ありだし、そうだね、こいつが生き残ってたらブラバニクイーンとか結構強いよね。7ダメとかなるんで、そう考えたら結構こいつが生存してくれても強いと考えたらありよりのあり。そして今レジェンドホーンが早手でフェイス来る感じか。まあこれはもうレジェンドホーン一択かな。次のターンレジェンドホーン出して回復って感じかな。さあゴルゴンゾーラ、あーでもブラワに使うって言ってもあんのか、悩むなあ。ブラワにありだな結構。そうだね、そこ生存しちゃうの結構きついし、まあブラワにクイーンフェイス行ったら12か、あーいけるか ?7、12 だからいけないよね。うん。いけないから、とりあえず、ブラバニでここ取って、で、まあ普通にスライムでここも取ってもらいつつ、魔法のそろばんを装備して、次のターンからまた変化ができるようにしていく。オッケー、いいんじゃない？さあ、これでターン終了で、まあ次のターンは、相手がいっぱい展開してきたらレジェンドホーンで、まあ、あんま来なかったらブラバニーとかで一気に変化使っちゃうっていう手もあるし、あとテラノライダーもいるんで、おっと、あー力かな、あーそうだね。いやでもそんな言うても力一枚じゃそんなね、うん、ブオーンはなんだろうな、何サーチしてくんだろう。マイユとかではもうないと思うんで、なんだアサシンクロー、こいつかまさかアサシンクローサーチか、もうなくはないか。うん、低コストで構築してたらありえない話ではない。さあコインで武術カード、コインで武術カード、はいはいはい、ここを乗り、なるほど、これ悩むな。シーゴーレムレジェンドホーンで回復するか、待てよ、ブラマリだと7ダメだからまだ取れないか。あーいや待てよ、シーゴーレム守りからのブラワニクイーン使えば結構強いんじゃない。うん、これ結構ありな気がする。で一旦まあこれで7ダメ与えて、でこの先はちょっと考えようか、何になるかで。アサシンクローが怖いんで、そこ考えたらここ当たってもらうのもありなんだけど、ベロニカ、まあまあ弱くもなく強くもないといったところ、ここねどの道ラークランサーそんな使えないし、フェイス行ってもそうだね微妙なんで、ここ取ってもらって確実に行こう。うん、怖いんでね。で、まあ、全然ここら辺がいるんで、一応テラノライナー使えばここが製造すればいけるし、まあ、10点はまだ出せないんじゃないの。力今1枚だよね。で、もし他に2枚持っていたとしても、6ダメ、9ダメ、ブオン合わせて9ダメなんで、そうだね、ユニット C ゴーレム除去した状態で、ストパンとブオンと力3枚使えば、あんのか。ただ、そんな奇跡はそうそうないと思うんでさ、ゴルゴンゾーラ、これはなさそうだね。そうか、ん？いや、C ゴーレム合わせても6点は大丈夫なんで、あーベロニカやられたか、そりゃきち。どうしようかな、テラノライナーで5点与えるか、レジェンドホーンで回復して慎重に行くか。これはあれだな、攻めの男で行くか。いやでも怖いよな、攻めの男は怖いんで、ちょっとここ日和るか。レジェンドホーン出して回復しつつ幸せ使って強化する。ワンチャンこれで速攻系来るかな。いやでも
急個性速攻いないか。あ、いいいいいい、全然いい全然いい、これでオッケー、いいよ、いや素晴らしいよ。でまあそうだね、やることないしプーオン取るか。でターン終了で、こいつが生きている状態でこのターン生存すれば勝ちだし、たとえやられてもそこに除去を使わせたと考えたらそんなにダメージ系てかこっちを倒す方法がないと思うんで、まあ、どの道結構これは有利な状況に進めるんじゃないかなと思っておりますが、さあゴルゴンゾーラで攻撃、これはコイン使ってくるかな。ただそこにコイン使ってくる分には全然 OK なんで、非常に使っていただけるとありがたいけど、プラズマまず、あーいやでもレジェンドウルフが生存すれば大丈夫だし、痛み明けがあるからウォール払えても大丈夫と考えたら、はいはいウォールかって考えるとレジェンドウルフを取る方法がないんで、いいね、いや強い強い、やれるんだから。さあやっていきますが、やっていきますが、だがしかし、オッケーいいね、レジェンドウルフを出したのも功を奏す、さすが幸せデッキの強み。さあそして、あーこいつね、こいつ使いたかったわ。味方戻せるんで召喚時持っていたらね、こいつで戻しててもう一回使うってこともできたんだけど、まあそれはもういいでしょう。さあそれではまずは痛み分けを使って全員処理してからのレジェンドウルフで攻撃、対戦ありがとうございました。バラバラに引き裂いてくれるわ。あれ、どうといきますか。ぬ、すべてを無。いでよ、我が決断。ほほ乗り切れば。何してる。どうにこのままの時もあったのかな。うわ、あっさも吹きますぞ。ぬ、すべてを無理。さて、どんどん行きますか。何する。いいね、赤血族あいつはもう吹き飛びますぞ。準備 OK ですぞ。すべてを無。闇へのペオス。さあね、どんどん行きますか。ありがとう、逃げて。何する。あがき、デスエイ。だらそう。あいつはもう吹き飛ばすぞ。ミサ。行動できません。無駄。すべてを無視。さて、どうといきますか。日陰は広くせ。うん、僕もね。はっ、私のターン。さあ、今日の瞬間を決めないよ。
たくさん落ちてみますの。おいしょ。見せてやせ。さあ、どうといしますか。おめでとう。あの、来てみますぞ。これが頭の中の素敵なルールね。さあ、どうといしますか。やってやれ。あ、さあ、来てみますぞ。さて、こっちの宝を。おい。見せてやせ。やりまくらげ。さあ、どうといしますか。ダメ。ああ、失敗だった。おい、やってやぜ。覚悟せよ。あの、飛びましょう。よいしょ。ありがとう、シェルトレ。は？見せてやせ。光分けの杖。準備 OK ですぞ。やってやれ。勇者、場所味方になるのだ。あっさも来てますぞ。もし魔性味方になれば世界の半分。愚か者、お前死んだより。ほう。さて、準備の宝を。のんびりしていられませんぞ。おいしょ。
見せてやせ。Wait.